こんにちは、7月20日木曜日、大和寿司です。今日も元気にオープンしておりました、お店の方は、もう終わりになりますね。はい今日はこちら光り物の2巻をご用意いたしました、光り物なので、ちょっとねいつもの白身魚より分かりやすいかなと思います、こちらの方がイワシです。はい、こちらの方がですね小肌になっております。こんにちは。店内ね、ちょっと海外の方がいらっしゃってるので英語が飛び交ってます。こんにちは、あ、まみこさん、こんにちは。じゃあこちらの方ですね、社長が捕まらないのでもう先に食べちゃいましょうこちらですね、ほら油の乗りがね、ちょっとね、ここですね、そうですね、薄く見えますけどね、油のりどうかなと思います。こちらのイワシを食べていきたいと思います。はい、じゃあ私は塩をパラパラパラっとして食べていきます。来る社長がいませんということで、今日は安定の厨房から食べていきたいと思います。昨日はね水曜日でお客様がねちょっとね少なかった。あ、29日土曜日に伺います。ありがとうございます。お待ちしております。ぜひですね美味しいウニを、はい、ご用意してお待ちしたいと思います。タコです。今日はタコですね。これ今ねイワシをね持とうとしてるんですけど、イワシ結構なんか重くて大丈夫かしら。はい、こちらのイワシピカピカです。食べていきたいと思います。これほぼ半身で結構重いですね。プリップリ。あ、ライトつけるの忘れましたね。プリップリです。油の方がちょっとね、層のところが薄かったのでどうかなと思ったんですけれども乗ってますね。うん、これでやっぱり大和寿司のイワシ、塩を振ってこう雑味を取って、それで酢にくぐらせておりますので、うまみがギュッと濃縮されて、身もとっても甘くて、美味しい、美味しい、美味しいという言葉を使ってしまいましたけど、はい、プリプリで油がとろっと溶けて旨味がたっぷりなイワシ、おすすめですね。もう伊田さんが帰ってきて戻ってきておりますね。はい、こちらのイワシですね、本当に身がプリプリなのでぜひ召し上がっていただければと思います。今日はライトが忘れてしまいましたね。それなのでおかみちゃん、おいしいっていう表現をかけたいんですか。おいしいにしちゃうとそれだけだと分かりづらいかなと思って、できるだけ違う表現を使おうと心がけてます。なんかそれ言っちゃうとそれに頼ってしまって他のことがね浮かばなくなっちゃうんですよそう、おいしいって言いたいんですけど、あえてなるべく言わないようにしてます。そういう意味でね、本当は言いたいんですけどね、そ
美味しいっていう言葉はね、すべて割っちゃいそうな気がして、はい、でもつい言っちゃいます。はい、ということで、今度はですね、こちらのもう一回写しますね。はい、今ですね、ちょっと写真撮影のため、あ、こうやって撮ってる、ちょっといつもね、斜めにして撮ってるんですよ。後ろでね、後ろもう片付けに入っちゃってる。いやー、ちょっとだけ開けてたのにバレちゃう。タオルとかを避けて撮ってたらそれがバレちゃう。はい、こちらの小肌を食べていきたいと思います。ツヤツヤに光ってね、これなんていうかな、本当にいぶし銀っていう感じの、ピカピカとかじゃなくて、おとなしめになんかこう重鎮感を出したような重みのあるシルバー感を出してますね。はい、こちらの小肌を食べていきたいと思います。はい、光物特集ですね、今日はですね。ということで、小肌、新子もね、時々入ったりするんですけれども、ほとんどね、あっという間に売り切れたりします。はい、ということで、こちらの小肌、小肌はやっぱり大きさがね、魚の大きさが結構変わりますんで、酢のね、塩の締め方とか酢の入れ方とかがね、はい、板前さんの腕の見せ所だと思いますね。一匹一匹変わってきますので、そのあたりがね、ちょっとね、入れすぎると酸っぱくなっちゃって、魚の味が分かりづらくなっちゃったりしますけども、そのあたりですね、こだわっておりますね。普通のお寿司屋さんより酢とか塩の加減っていうのは少ないかもしれません。お客さんはね、塩派です。醤油で食べるのも好きなんですけれども、そのやっぱりさっきの美味しいじゃないですけど、ライブの時は味の表現をするためにはできるだけリアルな感じで塩を使っております。いただきます。塩加減と酢の加減は酸っぱさを感じる、ちょっと手前のような感じで、お肌の味がね、塩の代わりと一緒に、まずもう風味がね、立ってますね。その後もう口に入れて閉じるときに風味が出てきて、それでですね、噛んでいくと旨味とかね、味が出てくるんですけど、まず風味にやられる感じですね。身はすごいしっとりとして柔らかで、ちょうどシャリに馴染むような感じになっております。味の方もちょっと小肌が食べてるような海藻そういったものが感じられるような、磯の香りもちょっとしながら、はい、旨味がたっぷりで、あ、来たとか、社長が来ました。終わった、はい、食べ終わりました。イワシと小肌食べました、ね、まだ尻尾もうちょっとかな、もうちょっとなんですか、うん、もうちょっと大きくなって、まあ、でも結構まだ関東は開けてないけど、水泳し始めてますね、天気安定してくるだろうから、魚も安定してくると思うんで、まあ、それを考えてもいいな、なんか今日ね、いつもで取ってた、今まで取ってたイワシより、うん、油の層がちょっと薄かったからどうかなと思ったんですけど、これでも油ね、乗ってて身もプリプリで美味しい、ね、
あれですね、仕込み方もいいからですかね。そうです。ここにアポリアポリマス。ゆうきさんがイワシは、イワシを、まあ、ちょっと油薄くても、はい、あの健康のために、健康のためにぜひ食べていただきたい。DHA と HDEE あれ、あれ体にいいみたいですよね。え、え、EP、なんかいっぱい分かるんですね。E、え、え、忘れちゃいました。それが出てこない。チャット JPP とか JTP とどっちか全然わかんない。すいませんね、できませんでしたけれども、はい、ということで、大和寿司、はい、ですね、あの青魚は、酢、塩と酢をで下処理すみません、言葉が出ないと思って大丈夫だろう、言語が出てこなくなっております。はい、出てこないや、はい、下処理はしてあるんですけれども、あの魚の味を一番に考えて、その魚の味を引き立たせるぐらいですねの、塩と酢でやっております。だから普通のところよりちょっとまろやかかもしれないですね。はい、そういった、魚本来の美味しさにこだわった仕込みをしています。下処理じゃなくて仕込みですね。はい、やっと出てきたからセーフかな、言葉。はい、ということなので、はい、ぜひですね、この加減の、いい塩梅にした、また言葉が後ろに出る。はい、仕込みをしてあります、青魚、ぜひ楽しんでいただければと思います。やばかったです、言葉が出なかったですね。はい、ということで、このような感じで大和寿司営業しておりましたが、今日は、もう終わりになります。はい、東京の空は眩しいぐらいですね。日差しが強いんですけれども、今日はね、ちょっとね、湿度がない分か、すごいちょっと爽やかな風が吹いてる豊洲市場です。暑いは暑いんですけれども、変な暑さじゃなくて、心地よい風も、潮、海の風も吹いております。はい、ここの数日雨は大丈夫でしたか。はい、そうですね、こちらはあんまり降ってないので、はい、大丈夫ですね。なんかね、ちょうどですね、秋田に帰省されている方がいらっしゃって、秋田のね、駅の近くだったんで、すごく大変だっておっしゃってましたね。早く水が引けてくれるといいなと思っております。はい、今日はこちらのイワシ、はい、イワシと小肌ですね、小肌をご紹介しました。はい、こちらうまみたっぷりなので、ぜひですね、暑い夏にちょっとね、さっぱりと青魚召し上がっていただければと思います。仕込みという言葉がね、ずっと出てこなくて、下処理とか言ってしまったんですけど、ちょっとやっと出てきました。仕込みですね、仕込み。はい、10月に帰国するので、あー、今海外にいらっしゃる方なんですね。はい、ぜひですね、お待ちしております。はい、なんかね、どうしましょう、ライブにリクエストいただいてますけれども、こちらもし出ていいよっていう方なのかな、大丈夫かな、ということで、明日、ですね、金曜日、
今日木曜日なので明日金曜日ですね、もう大和寿司オープンしておりますのでぜひお待ちしておりますということで今日はこちらで終わらせていただきます。あ、アリちゃん今日はですねまた繰り返しなんですけどもイワシとさっぱりとですね夏さっぱりと食べていただきたいということで、小肌を紹介しました。はい、ではこちらの方でライブの方を終わらせていただきます。これからお片付けが始まります。店内をあ、もう終わってない、あ、もう終わりましたね。はい、店内を椅子を全部出してほうきで履きまして、あとは水拭きを毎日しております。あ、違う、はい、ということで今日はこちらで終わらせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。ライブありがとうございます。皆さんにも言っていただきありがとうございました。ぜひ、機会がありましたら、豊洲市場でお待ちしております。では、暑いですけれども熱中症にならないようにお気をつけてお過ごしください。ご視聴いただきありがとうございました。では失礼いたします。こっち